今すぐ食べたいラクうまご飯です。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみ先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ご紹介していきましょう。今日のメニューはこちらです。はい、コクうまなクリームチーズの茶碗蒸しなんですね。はい、今日はですね、茶碗蒸しをフライパンで作りたいと思います。具材にクリームチーズを入れることでコクと旨味が加わって口どけも最高、洋風な一品に変身します。やみつきになる新感覚茶碗蒸しご紹介します。小川先生が新感覚というだけありまして、なんかクリームチーズと茶碗蒸しっていう言葉がなんかこう合わないのかなと思ったんですが、実際は、すごく合います。ということなんですよね。はい、マリアージュしますよ。ではそのマリアージュをさせていく材料ご紹介していきましょう。はい、こちらです。今日は4人分です。クリームチーズ 100g、 卵2個、だし昆布5センチ角のものを1枚ご用意ください。かつおパック1パック、水 220cc、 塩1つまみ、薄口醤油小さじ2となっています。はい、では作っていきたいと思います。お願いします。お願いします。まずですね、レンジで、かつお昆布だしを取っていきたいと思うんですが、耐熱ボウルにですね、お水と、だし昆布をつけていただいて30分ほど、ね、置いておきます。で、このままですね、ラップをかけずにレンジの600ワットで2分30秒加熱してください。あの2分30秒でちょうど、ね、沸騰直前ぐらいまで温まると思いますので、で取り出していただいたら、昆布を取り出してですね、かつお節を加えていただいて、でさっとひと混ぜして、茶こしでこしてですね、お出汁冷ましておいたものをこちらに用意しております。こういう形で冷ましておけばいいですね。はい、でお出汁は正味で 200cc を、用意してくださいね。はい、はい、そしたらですね、次に、クリームチーズ今日は加えていきます。クリームチーズをまず室温に戻しておいてください。冷蔵庫から出した冷たいものを使われる方はラップに包んでレンジの600ワットで20秒ぐらい、ね、チンしていただくと、もう滑らかな、ね、こうクリーム状になると思います。このくらいの滑らかさになるんですね。はい、ちょっとこのクリームチーズ滑らかにしてから卵生地と合わせていきますね。でお出汁が冷めたらですね、ここに、溶き卵 120g を加えてしまいます。かつお昆布出汁の中にもそのまま卵を入れてしまうんですね。はい、はい、卵を入れてしまいますね。 120g 測ったものです。で軽く混ぜていただいたらですね、この卵生地とこのクリームチーズを合わせていきます。今から、あの今日はなんかね、ちょっとお菓子作り、お菓子ですよね。はい、そんな感じがしました。お菓子作りのような、なんかマドレーヌとかできそうな感じですね。本当ですね。ちょっと最初はですね、あの混ざりにくいですので、はい、少しずつ加えてよく混ぜてあげてください。じゃあ一番初めに全量バーっと入れてしまうんではなくてなんですね。うん、はい、そうですね、あの最初はね、すごくあの伸びが悪いと思うので、ちょっとずつちょっとずつ生地が伸びたら次を加えていくようにしますね。じゃあここは数回に分けて入れていくのがポイントになりますね。はいはい、そうですね、最初のあの 1,2 回だけ少しずつ加えていただくと、あとはね、結構もう綺麗に混ざって確かに、うん、きました。だいぶ滑らかになってきましたね。ですね。でもここからはね、ちょっと量多めで大丈夫かと思います。この一工夫が後々の食感に、そうです、すごく滑らかになります。なんかね、お菓子作りもそうですけど、ちょっとずつちょっとずつね、はい、あの材料生地に加えていくのがポイントですね。これはどれにでも共通するポイントっていうことなんですね。うん、はい、そうですね。で卵生地ができたらですね、はい、こういう目の粗いザルで2回こしてあげてください。こういうですね、あのかつお昆布だしをこした茶こしでは、あのすごく目が細かいのでこせないんですね、逆に。こういう目の粗いもので2回こしていただくと、またね、口どけのいいすごく生地に仕上がります。で食感にもこだわってる感じですね。はい、ちょっとね、ひと手間ですけどね、これが大事ですね。そしてですね、こした生地に、お塩と薄口醤油を加えていただきまして、4等分に こんな感じにね、生地に流してあげます。はい、はい、
としたら今日は、フライパンで蒸していきますので、フライパンで蒸していくんですね。はい、フライパンに水 500cc を注いでこのように沸騰させます。で、蓋にですね、こういうさらしの布を巻いていただいて、今日はフライパンが蒸し器代わりになりますので、このように使っていきます。で、沸騰したところにですね、4つ並べていきますね。で、蓋をしていただいて、中火の強火目で2分加熱したら、弱火に落として10分加熱したらもう出来上がりです。2段階での加熱と、はい、そして出来上がりがこちら、ですね。味も気になりますが、こう食感ですかね、それも気になります。はい。